ショート動画で公開済みのスカイリム小ネタを、尺の都合で入れられなかった補足を交えつつ、10個まとめて紹介します。見逃しているものがないか、ぜひチェックしてもらえればなと。それでは早速。行くよ。一つ目は、帝国軍入隊時に関するものです。帝国軍に入隊する際は、ジュリウス将軍の前で宣誓する必要がありますが、宣誓の言葉の一部は、闇の一等クエストで皇帝を暗殺しているか、していないかで変化します。まずは暗殺していない時の言葉から。誓いを立てよう。よろしい。では私の言うことを繰り返しなさい。名誉にかけてタイタスミード2世陛下への変わらぬ忠誠を誓います。このようにタイタスミード2世陛下という言葉が宣誓文の中に出てきますが、闇の一等クエストを進めて皇帝を暗殺していると。よろしい。では私の言うことを繰り返しなさい。名誉にかけて陛下への変わらぬ忠誠を誓います。タイタスミード2世の名前が消えて陛下のみになります。ショート動画のコメントにもありましたが、どちらのパターンでも通用する陛下に忠誠をというセリフだけでこと足りるのに、両方のパターンをしっかり用意しているのが素晴らしいと私も感じています。エルダースクロールズシリーズはプレイヤーの行動に対し世界が反応するという点を強く意識して作られているので、次回作の TES6 でも NPC の反応やセリフの違いなど細かい点を探してみるのも楽しいかもしれませんね。二つ目は、ハイフロス川への道中にある彫刻石板に関するものです。この彫刻は全部で10個あり、ドラゴンや龍戦争、シャウトやドバーキンに関することが書かれていますが、10個調べると、ゲーム内時間で24時間持続する空の声という有効な効果が得られます。この効果は、こちらから攻撃しない限り、動物から襲われることも、逃げ出されることもなくなるというもので、トロールなど、効果がない生物も一部いるものの、低レベの時に会いたくないような、クマやサーベルキャットなどもスルーできる、なかなか便利なものなのですが、なぜかこの効果は、吸血鬼にも適用されます。何か用？ん？デスハウンドや純血の吸血鬼にも効きますし。気安く話しかけないで。話があるのか？吸血鬼の長ですらご覧の通り、ショート動画のコメントではリムホロー墓地などの一部の吸血鬼には空の声の効果が適用されない場合もあると教えていただいたのですが、私のバージョンで試してみたところ、すべての吸血鬼に効果がありました。なのでバージョンによる差はあるのかもしれません。ちなみに空の声は、ノルドたちが信仰している女神で、彼らにシャウトを教えた、カイネの祝福です。カイネは嵐の女神とも言われますが、獣を敬うように教えている神でもあります。ただ、なぜアンデッドである吸血鬼にも効果があるのか。吸血鬼と関連があるのは、デイドラコウモラグバルで、カイネとは関係がないはずなのですが。獲物と話をする気はない。設定ミスなのか、きちんとした理由があるのかは不明です。三つ目は、スカイリムのマップの外側に関するものです。コンソールコマンドなどが必要になるネタなのですが、スカイリムのマップの外側には、他の州の地形データがあります。例えば、スカイリムの南には、TES4 オブリビオンの舞台になった、シロディールの地形データがあり、デートが位置するところには、白金の塔がある、というのは有名かとは思いますが、その地形データは、かなり広い範囲まであります。画面奥は遠すぎて処理しきれていませんが、左奥がスカイリムで、その右側がシロディールのテイトです。TES4 で行けた街、ブラビルあたりまであります。また、シロディールの西の方まで地形データが用意されていて、見切れてしまっていますが、川の下側はウッドエルフの故郷、バレンウッドです。そしてその上にはレッドガードの故郷、ハンマーフェルの地形データもあります。これはタムリエル大陸の西側から見た地形ですが、画面右の奥がギリギリスカイリムで、その西はブレトンの故郷、ハイロックです。そして他にも、リフテンがある地方のマップ端から、遥か東を見てみると、ダークエルフの故郷であるモローウィンドの山岖地帯が見えますし、
TES3、モローウィンドの舞台でもあった、バーデンフェル島の地形データもちゃんとあります。DLC、ドラゴンボーンでいけるソルスセイムから見ても、バーデンフェル島全体の地形データがあることがわかります。ショート動画には、ゲームを作ってるんじゃなくて、世界を作ろうとしてたんだろうな、というコメントがありましたが、まさにエルダースクロールズシリーズは、プレイヤーにゲームを与える、というスタンスではなく、プレイヤーに世界を与える、というスタンスで作られてるんですよね。まあ、無駄な部分は削って容量を軽くした方が良いとか、それよりもバグを何とかしてという意見もありましたが、TES6 でも、タムリエル大陸の行けないエリアや、タムリエル以外の大陸の地形データが見られるかもしれません。四つ目は知っている人が多かったネタですが、DLC、ドーンガードで追加されたブーマー遺跡、アルクンザムズにいる、カトリアに関するものです。彼女はすでに亡くなっていて、亡霊の姿で一緒に行動するわけですが、カトリアと出会う場所のすぐ近くに、彼女の遺体が残されています。その遺体には、遺跡の謎を解くヒントが書かれた日記があり、彼女にその日記を取ってと言われるのですが、彼女が身につけていた鎧を奪うと、次のようなリアクションをされます。本気？鎧を取る必要があったの？参ったよ。幻滅しちゃうね。ここまではショート動画で紹介しましたが、次のリアクションや会話は見たことがありますか？彼女の遺体から日記を取らずに進もうとすると、ねえ、日記は？このように呼び止められますが、無視して進み、遺跡の謎解きを目の前にして、彼女と会話します。待って、話す必要があるんじゃないかな。これが何かわかる？鍵だよ。色彩の鍵。単純で、しかも極めて危険だ。あそこの共鳴装置が見える？あれを正しい順番で叩けば、扉は開くはずだよ。間違えれば、私が試した時の結果は知ってるよね。そして助言を求めると、こんなことを言われます。私の日記にメモがあったんだよ。でも手に入れなかったようだね。その先は、そうだね。先に行った者たちが手がかりを残したかもしれない。さらに日記を回収しに戻ろうとすると、戻って、私の日記を取ってくることはいつでもできるんだよ。優しい言葉をかけてくれます。そしてこの後に再び話しかけると、次の選択肢が追加されます。手を貸してくれるか？そうしてほしい？前回私が挑戦した時に起きたことを知った上で？戦える者とは何であろうと戦う。その先は、あんたを決して死なせたくはないよ。こんなに優しいカトリアですが、ショート動画のコメント欄を見ると、彼女の装備をひっぺがした山賊ドバキンは、それなりにいるようです。さて次のネタは、ショート動画では公開していなかったのですが、カトリア関連ということで紹介します。カトリアのクエスト、忘却の彼方を終わらせていると、ランダムで次の人物に遭遇するのですが、それが、タロンドレスという男です。彼はカトリアの見習いで、ブーマーの鋳造技術を研究していた人物です。カトリア曰く、タロンは彼女の研究成果を横取りしたそうですが、カトリアと一緒に見つけた、エセリウムのアーティファクトを所持している状態で、タロンご一行に近づくと、彼はダッシュでこちらに近寄ってきます。お前の装備品は、なんてこった。エセリウム製じゃないか。正真正銘のエセリウムだ。それをどこで見つけた？言え！お前は誰だ？タロンだ。タロンドレス。ドゥーマヤの鋳造技術に関しては世界最高の権威だ。さあ、質問に答えろ。話は聞いている、カトリアから。カトリア？バカな。そんなことがあってなるものか！お前は、知りすぎている。生かしてはおけん。傭兵ども、奴の頭をねじ切れ。ずるー！
という感じで襲ってきます。カトリアの研究成果を横取りしたことがバレたので、ドバキンを口封じしようとしてくるわけですね。そのようにクズな奴なのですが、彼と出会えるかは完全にランダムなので、見逃していたドバキンもいるかもしれません。ちなみに彼は、ユニーク装備のローブを身につけているので、もし見かけたら倒して奪っておきましょう。6つ目は、オープニングでのネタです。主人公の種族をインペリアルにして、ストームクロークのレイロフについていき、帝国軍兵士との争いが始まったタイミングで、パワー、皇帝の声を使用すると、生け捕りにはされないぞ。彼らと会話することができるのですが、ランダムで次のセリフを話します。カイウスだ。あのドラゴンが奴を掴んで、どうやって逃げてこられたのかわからない。ドラゴンといえば、この砦に逃げ込む前に、アルドゥインに掴まれて、銃に投げられている兵士がいましたが、先ほどのセリフは、開発時に想定されていた別のオープニングで、使用する予定のものだった模様。このタイミングでしか聞けないので、知らなかったドバキンも多いかもしれません。ちなみに、ホワイトランにもカイウスという人物がいますが、彼はホワイトラン衛兵の指揮官で、ヘルゲンにいたわけではないので全くの無関係です。7つ目は、スチールプレートの兜に関するものです。兜をよく見てみると、額の周りに、デイドラ文字が刻まれていることがわかります。額の右側は、NORDPLTN。そして左側は、ORDPLATE、と刻まれていて、それらを重ねてみると、ノルド、プレート、と書かれていることがわかります。文字通りノルドのプレートを表しているようですが、なぜわざわざデイドラ文字にしたのか。後頭部の方にも同じように、ノルド、プレートの文字が刻まれていますし、ベルト部分にもデイドラ文字があり、これも同じくノルド、プレートと刻まれています。何か意味のある単語を刻むならまだしも、なぜノルドのプレート、と刻んだんでしょうか。ただローマ字をデイドラ文字に置き換えただけですからね。またデイドラ文字といえば、ユルゲン・ウィンドコーラーの墓にも、ウィンドコーラー、とデイドラ文字が刻まれていました。ただ、ウィンドヘルムにある石碑には、ローマ字が刻まれているので、デイドラ文字が一般的に使われていたわけではないはず。デイドラ文字を刻む理由があったとは思いますが、その理由や背景は書籍などの文献には残されておらず、不明のままとなっています。ちなみに、スチールプレートの兜には羽がついていて、鎧などには風を表すような渦が描かれていることから、ノルドが進行する嵐の女神であり、鷹がモチーフである、カイネを意識して作られた可能性があります。実際、カイネの祝福は、戦闘に赴く兵士たちの武器に力を加え、鎧を強化するとされています。また多くのノルドたちは、カイネは使者を、ソブンガルデイ率いる存在だと認めているため、この防具を着たノルドの戦士が勇敢な死を遂げて、ソブンガルデイ行けるように、といった意味が防具に込められているのでは、と個人的に考えてはいるのですが、カイネはデイドラではなく神なので、やっぱりデイドラ文字を刻んだ理由がわかりません。ショート動画のコメントにもありましたが、スチールプレート装備の作り方は、デイドラに教わったことを示唆しているのでしょうか。このスチールプレートの装備は、優先装でアルブインと戦ったゴルムレイスも着ているため、もしかしたら、ノルドがまだシャウトを使えなかった時に、ドラゴンに対抗する装備を手に入れるべく、デイドラの手を借りて、作り出されたものなのかもしれません。八つ目は、不老記の小屋の近くにある、とあるアイテムに関するものです。小屋の近くにある切り株の上には、なぜか、学者の王冠が置かれています。このアイテムは、全呪文の消費間近の量を、軽減する効果がついているのですが、本来であればシャリドールの迷宮にいる、ドレモラから奪って入手するアイテムです。ただ、何やらバグで切り株の上に置かれている模様。しかも一度入手してもリスポーンします。ちなみにショート動画のコメントで教えていただいたのですが、この薪割り台のすぐ近くにある、オリハルコンの鉱脈をよく見てみると、ダイヤモンドがあります。小屋に住んでいる不老記が、このダイヤモンドを掘り当てたのかはわかりませんが、彼は質素な生活を望んでいるみたいなので、これも一緒にいただいておきましょう。9つ目は、シェオゴラスに関するものです。
彼のクエスト、乱心では、シェオゴラスが優雅にお茶会をしている、わけのわからない空間に行くことになりますが、壁を抜けるコンソールコマンドを使って、シェオゴラスがいる位置から、東の方向に進んでいくと、怪しい扉が見えてきます。その扉の行き先は、マッドマンの心の中、となっているのですが、扉の先に進んでみると、変な間取りのボロ屋に着きます。その家の中にも別の扉があり、臆することなく進んでいくと、古代ノルド遺跡のような、無駄に長い通路に出ます。本来ここは実装予定で、ドバキンはいろんな空間に迷わされる感じだったんでしょうか。そしてさらに進んでいくと、物が浮いている空間にたどり着きます。浮いているものは止まっていますが、動くことが想定されていたような感じですね。また、この空間から北の方に進んでみると、物が大きくなったような空間があります。シェオゴラスのお茶会シーンもそうですが、これらは、不思議の国のアリスの、イースターエッグだとされています。アリスも物語の中で小さくなりますが、ドバキンも小さくなって、ここを脱出するという展開だったんでしょうかね。という感じで、いろいろとネタを詰め込もうとしていたことはわかりますが、もしこれらが実装されていたら、マジでわけのわからないクエストになっていたかもしれません。ラストはリフテンの北西にある、オータムシェイド開拓地に関するものです。ここは開拓地と言いつつ、パッと見何もないところなのですが、獣たちがうろついていて、近づくとスプリガンも現れて襲ってきます。周囲には人骨が何体か散らばっていることから、ここを開拓するために、木々を伐採していた人たちを見て、自然が破壊されていることにスプリガンが激怒し、獣たちを操って、作業していた人たちを殺したのかもしれません。また、ここのくぼみ部分では、二人の狩人が死んでいます。彼らはここでの害獣被害を聞きつけて、害獣駆除に来たものと思われますが、帰り討ちに遭ってしまったようです。そんな事故現場なのですが、狩人たちのそばをよーく見てみると、目から花を咲かせている骸骨もあれば、鼻から花を咲かせている骸骨もあります。これらは開発のお茶目心で設置された可能性もありますが、もしかしたら、人間が自然を破壊したらこうなるぞという、スプリガンからの警告を表しているのかもしれません。ということで以上。他にもショート動画のまとめをアップしています。見逃してるネタもあるかもしれないので、他の動画もぜひチェックしてみてください。それではご視聴、ありがとうございました。